前回アリーナ1で6万課金してジャイアントレベル14作ったんですよ。まあね、ジャイアント1体で勝てるのかとかね、まあそういう動画2本ぐらい上げたのかな。僕思ったんです。結構課金したでしょ、6万。他のカードどうなってんのっていうところ気になったわけですよ。で、矢の雨、これ結構ね僕の中で熱くて、ノーマルカードってやっぱレベル上げやすいんだよ。コメント欄でね、呪文だけでタワー落とせんじゃねみたいなコメントいただいてたわけ。それやりたいなと思って、矢の雨どれぐらいレベルアップできるかやっていきます。ちょっとさ、ゴールド問題もあるよね。で、あとこれコメント欄で言われたんですよ。これレベルアップ宝箱もうガン無視してて、っていうか僕キングほんわかレベル14じゃあること正直知らなかったんだよね。っていうねキヨキヨさんそれ大富豪だ悩みなんじゃないのみたいな。違う、知らなかったってか過去に1回もらったことあるんだけど、14だからもうそれ忘れてた。ありがとうございます、コメントで教えていただいてね。はい、温泉とチーズケーキさんからいただきましたね。僕らスクショタイムやったんだよ。はい、皆さん可愛い顔スクショします。ということで、ちょっとまず宝箱めっちゃ集まってるんでちょっと集めるんですが、これ銀の宝箱こんなしょっぱいっけ。2枚とかしか出ないの。アリーナ1だとこんなに出ないの。すごいね、そんな出ないんだね、これ全然ね。全然美味しくなかったっていうね。そしてワイルドカードも僕あるんでアップしていきます。いやー、これさーどんぐらいいくかわかんないんだけど、まずゴールドが足りないのよね。絶対わかんないよ。14000ゴールドがどれぐらいのさねパワーあるのか。さあ今レベル5です。まあ、レベル5なら全然ね、このトロタイいると思うんですよね。はい、レベル6。さあ、そして1000円目、1000ゴールドきました。はい、7、9にはしたい。まず9、11にはしたい。グランドチャレンジで使えるから。あと何枚今8でまだ3200枚ある。結構いける、ポチ。はい、レベル9。さあ次がやばいよ。いやー、800枚も使う。バン。ちょっと待ってちょっと待って。いやマジでもう他にない？コメント欄で皆さんちょっと教えて。なんかさ、なんか売れないのゴールド。ゴールド5もらっといて。なんなのそれ。ゴールド一番無駄じゃない？課金するっていうさ、手法で。まあ、ただ私ちょっと、いけるところまで行きたいね。ゴールドで、じゃあレベル9がマックスでしたってのは嫌じゃん。どれぐらいいけたのかちょっと知りたいし。まあ、12000ゴールドあるし、A名あるし。ちょっと待って。4500円さ、見くびってもらっちゃ困るよ。ね、コメント欄で、キヨキヨさんやっぱり宝箱似合いますね、みたいなね。違う、その幻想を一回捨ててほしい。ね、1万登録突破させていただきました。1万登録ね、このチャンネルは1万登録の駆け出し YouTuber チャンネルだから。もう大変なわけですよ、もう。で、実写チャンネルもさ、ショート動画とかしかアップしてないからさ、もう、キヨキヨ YouTuber、もうあれよ、もう、もやし生活。1本の動画で6万円かける。そんな課金 YouTuber でギコちゃんもびっくりですよ。6万円、まあ、ギコちゃん100万とかやるからちょっと違う、話が違いましたけど。俺さ、ほんわかフルカンまだしてない。ほんわかゴールドなくてまだ完走してない。くれたこと記憶入力した。ということで、まあ、まだエメ減ってないから今日は実質課金してないと一緒。ね。課金してないと一緒。いきます。どうだ。これで10でしょ ?14 まであんだよ。おー !11 いけるね。15000ゴールド。はいはい !11 いきました。11いったけど、ちょっと待って、これ。160、少なくない？これ。終わったんだけど。全然だね。レベル11でした。で、俺思ったんだけど、今正直撮ってるところが、前のシーズンの7日と5時間、まあ残ってるんですよ。これ多分、クラロワパスが来てからじゃないと、無理だと思うんだよね。これあるじゃん、これ。ジャイアンの時6万課金して、最後、強化の指南書で行ったわけ。バーって。それだから、クラロワパスないとそもそも無理説あるわ。ということで、1週間後へ、タイムスリップということで、あれから1週間ぐらい経ちまして、シーズンも新しくなりました。ロサンゼルスから帰ってきましてですね、ロサンゼルスにはですね、ロジクールのさんのですね、CM に出させていただくということで、2本 CM 撮影してね、1週間ぐらい経ちました。シーズン変わったということで、課金大好き人間キヨキヨ、課金できます。何これ？11時間？8時間できない。クラロワパス有効にしよう、1回。ちょっと待って、何？どういうこと？てんてれてれれん。クラロワパス入れたら、これいけんのね、これ。すごいね。なんかお金入れたらさ、すげえビジネスクラスでヒューみたいなさ、みんなこう並んでんのヒューっていける感じだね。ということでマジで頑張ります。6万600円課金しました。ということでこの前ジャイアントフル完走させた時にレベルアップしたらレベル11ぐらいまでいけたんで、あとそのどんぐらい課金したらいけんのと頑張ります。なんでこういうのもタスクを完了させていって、こういうのにどんどんゴールドだったりとか、こういうの全部もらっていきましょう。なんでキヨキヨがただひたすら課金するというですね、やばい動画でございます。よろしくお願いします。何万課金したらよくなんだマジで。いきます。まずこれをもうフル完走しましょう。やりましょう。ちょっとみんなさ、10秒スキップ使っていいよ。10秒スキップ使っていいけど、このメンタル、キヨキヨさん、ちょっと誰か癒して。無心で引く宝箱ほどきついのないのよ。それ楽しいじゃなくてきついのよ。えクララパ絶対買った方がいいよ。俺もうスーパーセルの回し物って言われても全然いいよ。回し物じゃないんだけど、別に裏でクララパスを訴求してくださいみたいな感じで裏でもらってるわけではないです。ただクリエイターコードとかで正当にいただいてることはありますけれども、これ絶対課金した方がよくない？いやいや、そういうこと言うと回し物ってまた言われるんだよ。今日はスーパーセルの犬だみたいなね。犬ってなんだよっていうね。でもさ、これ課金しちゃったらこれあれじゃない？もう検証結果できないよ。検証結果でき、待って、これあれだ。矢の飴美味しいんだけど、これノーマルのワイルドカードを使っとかないと、なんか変な謎のカードに、なんかこういうことか。まあこれいいよ別に。おい、こういうことが起きるんだよね。じゃあもうあとはもう、心の倍速でいきますが、皆さん付き合ってください。この寂しい気持ち、この無心のこの爆速課金マシーンの PS を見ろ。なんだこれ、おい。これちょっと一回これでレベルアップしときましょう。これいけんじゃん。これ今6万600円にプラスして3000円目ぐらいなんで、まあ6万4000円ぐらいだよ。今6万4000円ぐらいだよ。これでさ、だってゴールドめっちゃあるやん俺。勝ったじゃん。課金しよう。みんな課金しよう。みんな課金すれば強くなるだよ。もうよだれ垂らしだから課金だよ。おい課金する金がなくなっちゃったよ。 iTunes カード買ってこいよっていう、そういう動画です。世の中から iTunes カードをなくそうっていうね、買い占めてなくそうっていうね、そういう回です。これさ、まあ100円目だよね。なんか俺もう100円目に見えなくなってきた。言います？なんかただの100に見えてきました。なんかあれ、なんか狂ってきた。俺狂ってきた。ちょっと待って、俺さ思ったんですけど、今ワイルドカードとかで多分アップグレードしなくてもいいんじゃないかな。あれ、てかこれマックスまで開けれんだ。うわ、知らんかった。これでも順番に通んなくちゃいけないやつでしょ。これ報酬は順番に回収してくださいですよね。さすがにそれぐらいは知ってますよというところですが、やべえ。これさ、最後これノーマルの指南書だよね。ノーマルの指南書じゃなかったら俺積むよ。俺その5000枚集めましょうみたいな。これどうすんのこれ。無駄。そしてこれは終わったよ。いや、お得すぎんかマジで。ノーマルアップグレードに必要な枚数を瞬時に追加します。これ使っていくでしょ。これ13でしょ。やばいってマジで。待って、ゴールドちょ待って、またゴールド買うの俺。これで7万500013いったんだけど、これ5000枚いきます。アップグレードに必要な枚数を瞬時に追加します。勝ったってことは、最初に6万円ぶち込んでクラロワパス2回クラロワパス解除するのに俺6000円使ってるわけよ。6万6600円。666悪魔の筋。おい、ちょっと待ってくれ。ちょっとレベル9になっちまった。おい、アリーナ1でレベル9で、そしてこれあるじゃん。いきます。何をゲットしたらいいの、狙ってるか分かんない。ゴールドは出す。50、もうはしたエメだよ。俺ぐらいになるともうよだれ垂らしちゃってるから。もっとよこせよ。もっとよこさよってなっちゃってるからオッケー、これであ、でも2300円、俺待って、俺狂ってきた。俺2300円目で溜まってよかったって思っちゃった自分いたわ今。やべえよ、狂ってます私。だから66,600円でしたけど1万かかるねプラス。はいということで結果6万にプラス1万円課金するとノーマルも1枚だけ完走できます。ただクラロワパスがお得。次回アリーナ1で矢の雨だけでタワー折れるのかやっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。